用語解説「因縁因と念とのことである因とは結果を生じさせる直接的原因縁とはそれを助ける外的条件であるあらゆるものは因縁によって消滅するのでこのことを因縁諸証などというこの道理を素直に受け入れることが仏教に入る大切な条件とされている。 世間では転用して悪い意味に用いられることもあるが本来の意味を逸脱したものであるから注意を要するなお縁起という場合も同様であるエコー自分のなした良い行為を振り向けることでこれに自分自身の未来の悟りに振り向ける場合と他の人々に振り向ける場合とがある。 現在一般に世間で使われているものは死んだ人がこの世でなした悪行の罪を消して来世での良い結果を得るようにという願いを持って葬式や法事の際の度胸の功読によって死者の冥福を祈念するという形のエコーである。「縁起因縁正規の略」であるあらゆる存在が互いに関係し合って正紀することである。 仏教の教えののえ基本となる思想である。あらゆる存在の持ちつ持たれつの関係を認めるから「おかげさまで」という感謝となり「法恩という奉仕も生まれてくるこの縁起思想はさらに哲学的な展開を遂げ繁雑な組織を持つに至る転じて寺院や仏像の由来や伝説を指したり吉教を担ぐのに用いられるようになったりするが 本来の意味を忘れてはならならい。教団同じ考えを報じて集まった人々の集団をいう一般に教義を解き教える聖職者層と教えを受け入れる信者から構成される仏教では古来これを「三ガと称したしかし厳密には初期においては出家者集団を指したと思われる。 後に「大乗が後期すると菩薩という人間像を目指して実践する人々の集まりは在家出家の区別を超えて連帯した教団になったと言われる組織としての教団は現在では一種一派について言われている」空「存在するものには実体が,がないと考える思想である。 すべてのものは愛より愛をこって存在するに過ぎないから実体として不変な自我がその中に存在するはずがない。したがって実体ありととらわれてはならないし存在しないととらわれてもならないわけである。すべてのものは人もその他の存在も相対的な関係にあり一つの存在や主義にとらわれたり絶対視したりしてはならない。 般若教系統の思想の根本とされる下脱文字通りにこの輪廻転生する迷いの世界という幕から解き離れて「涅槃と呼ばれる悟りの境地へと脱出することであるそしてこの迷いの世界から脱出して永遠に悟りの状態にとどまるものがブッダでありそこでは一切の幕 すなわち「煩悩」から離れているので自由自在なのである。「合」本来の意味は「行為」ということであるが因果関係と結合して行為のもたらす結果としての潜在的な力と見なされているつまり我々の行為は必ず善悪苦楽の家宝をもたらすからその影響力が業と考えられるに至っている。 良い行為を繰り返し積み重ねればその影響力が未来に及んで作用すると考えられているなお業には真・苦・意の3種の行為があるとされる慈悲仏教における最も基本的な倫理項目で「自とは相手に楽しみを与えること」「非とはと」 相手から苦しみを抜き去ることであるこれを体得して対象を差別せずに慈悲をかけるものが各者すなわち仏でありそれを象徴的に表現したものが観音地蔵の両菩薩である。優しく言うと慈悲とは相手と共に喜び共に悲しんであげるということになる。出家 家庭生活をおしゃりしてもっぱら道の修行を行うことまたその実践者を言うインドでは修道のために家庭を捨て宗教的実践の生活に入ることがごく普通のこととされていてシャクソンもそれに従って出家しシャモンかっこバラモン以外の修行者となりついに悟りを開いてブッダとなり仏教の開祖となった 在家信者に対して出家修行者をはっきり区別する仏教教団の伝統は日本では「とは言い難い。知恵」普通に使われている知恵とは区別してわざわざ仏教では般若の漢訳としてこの言葉を用いているが聖者を区別する正しい判断力のことでこれを完全に備えた者がブッダである。 単なる知識ではなくあらゆる現象の背後に存在する真実の姿を見抜くことのできるものでこれを得て悟りの境地に達するための実践を「半若波ハラミツ」という「中道偏見を離れた忠誠の道を言う仏教の立場を指して言う」したがって仏教のそれぞれの流れでは「 中道の思想は尊重され高揚されてきた中間の道という意味ではなくとらわれを離れ公平に現実を鉄拳する立場を形容して言うわけだがその内容は両極端を否定し使用する思想として現れてくる例えば「有無」の両極端「男」「女」の二権を否定する立場となる。 一種の弁証法哲学と言えないこともない「ネハンボン語の吹き消す」という意味の「ニルバーナ」という単語の観音者で「滅」「滅度」「弱滅」などと訳されるちょうどろうそくの火を吹き消すように欲望の火を吹き消したものが到達する境地でこれに到達することを「ニューネハンと言いい 達したものをブッダと呼ぶ。釈迦宗仏が亡くなった瞬間を入涅槃ということもあるが肉体が滅びた時に完全に煩悩の火が消えるという考え方からで普通は35歳で仏になった時に涅槃の状態に達したと考えられている。「ハラミツ」「パーラミター」という梵語の観音者で ととか、頭皮と訳される。この迷いの騎士である現実の世界からかの悟りの騎士である仏の世界へと渡してくれる実践行のことで普通「六波乱密」といって6種類が挙げられる「六」とは施し道徳我慢努力精神統一正しい判断のことで 日本では「春秋の彼岸」と呼ばれる行事はこれらを実践するということから名付けられたのである「仏」仏陀「ブッダ」語の「悟れるもの」という意味の単語を漢字に恩赦したものがブッダでその省略が「仏」であり「仏」とも読ませる普通「各社」「昇格者」と簡約され もともとは仏教の創始者である釈迦無二仏ゴーータタマ・シッタールタを指した仏教の目的は各人がこの仏の状態に到達することでその手段や期間等の違いによって宗派が分かれている大乗仏教の場合歴史上の仏である釈迦無二仏の背後に種樹な永遠の仏の存在が説かれるようになる。例えば、 阿弥陀仏大日如来ビルシャナ仏薬師如来久遠実情の釈迦尼仏,仏といった仏が各宗派の崇拝の対象とか教師として説かれているなお日本では死者のことを仏と呼ぶがこれは浄土教の往生成仏思想の影響で死者が浄土に生まれそこで仏になるという信仰に由来する。 「仏性仏になる種」といったものであらゆる存在にこれを認めるところに仏教の特徴がある悟りに達する潜在力可能性といってもよいまた仏心といってもよいが「一切修正至通仏性という句にも現れているように全ての存在に。 差別しないでこの仏性を認めたところに仏教の平等説の立場が見られるこの内在する仏性を外に表したものを仏と呼ぶ法脱磨悟れるものであるブッダによって説かれた真実の教えということでその具体的な内容は「三蔵」と呼ばれる教かっこ仏の説かれた教え律 仏の定めた日常規範論教徒律とに対する解釈や注釈の三種の聖典であるこれは各社であるブッダ仏教徒の集まりである宗教とともに仏教の基本的なよりどころである三方を成している「菩薩」元来釈尊の浄土以前の修行時代を指す。 悟りを求めるる。人という意味である大乗仏教が後期してからは拡大解釈されて大乗仏教を指すことになる」「恒常的には仏の悟りを目指しつつ工芸的には全ての人々を同様に仏の悟りへと導こうと努力する人間像を菩薩と呼ぶようになる」「さらに仏の慈悲や知恵の働きの一部分を担い 仏の補佐役として人々の悩みに応じて現れる観音とか地蔵のような威信力のある救い手もそう呼ばれる「煩悩」悟りの実現を妨げる人間の精神作用のすべてを指していう。人間の生存に直結する多くの欲望は身体や心を悩ましかき乱し煩わせる。 その根元は我欲我執であり生命力そのものに根ざしているとも言えるむさぼり怒り愚かさがその根本であり派生して多くの煩悩が数えられるこれらは悟りの実現に障,障害となるから主導の過程で滅ぼさなければならないとするしかし生命力に直結しているものを否定できないとして 悟りへの跳躍台として肯定するる。思想もある無我仏教の最も基本的な教義の一つでこの世界の全ての存在や現象には捉えられるべき実体はないということであるそれまでのインドの宗教が個々の存在の実体としての我を説いてきたのに対し諸行無常を主張した仏教が 永遠の存在ではありえないこの世の存在や現象に実体があるわけはないと説いたのは当然であるなお「が」は多宗教でいう霊魂にあたると言える「無常」あらゆる存在が消滅変化して移り変わり同じ状態にはとどまっていないことを言う仏教の多宗教と異なる思想的立場を明示する一つである。 あらゆるものは生まれ持続し変化しやがて滅びるという4つの段階を示すからそれを観察して「苦」であると宗教的反省の契機とすることが大切であるこれもいろいろな学派の立場から刑事上学的な分析がなされてきたが単なるペシミズムニヒリズムの暗い面のみを強調してはならない。 生成発展も無常の一面だからである無明正しい知恵のない状態を言う迷いの根本である無知を指すその心理作用が愚痴であるという学派によって分析解釈は様々であるがいずれも根源的な煩悩を煩悩たらしめる原動力のようなものと捉えられている。したがって、 例えば、あらゆる存在の因果を十二段階に説明する「十二因縁説」では最初に無名があると設定しているくらいである「生存の欲望の盲目的な意思」と捉えてもよいであろう「識この世のあらゆる存在と現象とは人間の心から生まれたもので実際にあるのはこの心だけなのだ」 という説で大乗仏教の中に現れたものすなわち「現に微絶心意」という6つの感覚器官がそれぞれ対象を認識する6つの式のほかに第7第8の2式を立てこれら8つの式の働きがこのように存在や現象を生じさせているとするのである。 過去世から現在世へさらに未来世へと生まれ変わり死に変わることを我が回るものに例えたもので輪廻転生という言葉もある人間がこの迷いの世界から悟りの世界へと脱出しない限り地獄餓器畜生の三悪道やそれにアシュラ、人間 天井を加えた六道の世界への転生を永遠に繰り返すのであるこの輪廻の輪から抜け出たものがブッダと呼ばれる。